ネオンです。ネオファンです。本日なんですけれども、なんで一人で動画を撮っているかというと、今からね、私たち撮影に行くんです。チキリパンを迎えに行く途中なんですけど、あるドッキリをね仕掛けようと思っていて、そのドッキリなんですけど、中で何本か動画撮って、でショット企画もねやろうみたいな、私が言い出してるんですけど、その時にね、その企画考えたんだけど、全くもって企画実は浮かんでなくてみたいな普通にうざいよね。普通にうざいドッキリをかけようと思います。ドッキリっていうか検証だよね。とりあえずちょっとね、ちぎりパンのことをね迎えに行きたいと思います。いや、キリは多分ちょっと中で撮るから、ドッキリをかけるタイミングちょっと時系列がねガラガラになっちゃうかもしれないから、ちょっとかけるタイミングでねかけていきたいと思います。じゃあ行きましょう。ネオンです。チリパンです。ネオパンです。よろしくお願いします。よろしくお願いね。で、撮るやん。うん。さ、実はさ、うん、全く思ってさ、外企画撮るってたやん。うん。外企画さ、うん、考えたんだけどさ、うん。全く思ってさ、うん、浮かんでなくて。うん。うん。言い出せなくてさ、うん、でも普通に外で撮るって言っちゃったし、うん、うん、って感じです。なるほどね、うん、でもぶっちゃけ聞いた時に LINE で聞いたじゃん、なんか一応外企画も考えてるみたいな言った時に、あれは昨日話したじゃん、今日の当日と今日昨日話した、昨日の段階でそうなんか言ってくれたじゃん、外企画考えてる。でもなんかいつものネオンさんだとなんかさ、企画こんな感じがいいんだよねみたいな、こんな感じのボボボって上げてくれるじゃん。だからなんとなくあーって思ってたし、しかも今日に会ってからもこんな感じなんだよねとかっていうのも言われてないから、でも別に着いてから言うのかなとも思ってたし、で今さ、この来るまでもさ、これやってみたいな、何とこかはあったけどさ、具体的な感じじゃなかったからさ、と思ってたけど、別にそれで言い出せないいいっていうのも別にそんなあんま気にしなくてもいいし、その予想はね普通に起こると思う。だっていつも考えてもらってるのは私だし、どういう性格なのかがねはっきりね、普通に起こると思う。別にそこになんかマジみたいなっていうのはないかな。その逆に私がいつもなんかごめんなさいと思って、普通に私だったら切れる。いつも考えてもらってるのに、考えてもらってるのをやるだけでもね。では、その予想はね、普通に怒ると思う。ちぎりパン。ごめん。ごめんな。気にせんで。ドッキリやね。信じられないこれ。ドッキリやね。しっかりある。しっかりある。思ったもんだって、はい。結果はですね、ちぎりパンは寛大な心で私のミスを。許してくれるということでしたね。ネオパンを支えてくれてるんだということに今気づいて、ちょっと泣きそうにはなったんですけども。はいね。うん。寛大な心だよ、私。自分に言うのも救われました。自分で言うのもね。あれだけど、うん、ね。それでもあるよっていう。怒ったってしょうがないもんだって。怒るって。そんなんで。怒ったってさ、もうやって嫌だもん、怒ってまた気まずくなるやろ、これ。私の予想はね、普通に怒るって。心が痛い、なんでだ心が痛いぞ寛大な心で私を許してくれるという検証結果でした。私の心の中で。まあね。初ドッキリだったんですけど、どうでした？微妙にわからなかったけど、なんか、うんとは思ったけど、昨日の時点で、そう、なんかね、仕込みをしてたんだよね。あんまり、企画に出て触れない。そう触れないようにしようとか、何をしたのか、基本的に。基本的にいつも言うんだけど、言わなかったりとかするから。
と思ったけど、でもまさかさ、全然思ってなくて、機会があればね、いや、どう、いや、フラグた怖いな、ちょっとね、今かけちゃったんですけど、かけられるの怖いので、ちょっと怪我していく。はい、じゃあ以上、レオンとジェリカンでした。よかったら高評価、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。